BBC プロムス、ザプロムス、ザプロムス、BBC プロムス、BBC プロムナードコンサートは、イギリスロンドンで毎年夏開催される、8週間に及ぶ一連のクラシック音楽、コンサートシリーズである。ロンドンのサウスケンジントン近隣、シティオブウェストミンスターにあるロイヤル・ワルバートホールを中心に100以上のイベントが行われる、世界最大のクラシック音楽祭である。 プロムス、プロムスは、プロムナードコンサートの略であり、その後はこのコンサート開始当初に聴衆がそぞろ、歩いていた、プロマネリングという習慣に由来している。今日では、噴水のオブジェが中央に設けられたギャラリー席に及び、アリーナ席の立ち見区画、チケットは、通常席と比べて廉価であるでの聴衆の行動を、プロミングなる語で形容したりもする。一部の例外を除けば、 こうした立ち見席のチケットは、コンサート当日のみの発売となっているため、人気演奏家あるいは著名作品の演奏においては、チケットを求める長い列ができることになる。足しげく通う、プロマーは当日売りでなく、1シーズン投資、あるいは半シーズン投資のチケットを購入することも可能だが、立ち見区画内での立ち位置の指定まではできない。プロマーの中には、解禁に就寝する人たちも多く、 全コンサートを聞いた記念のバッジあるいは T シャツを身につけている者も,もいる。1997年の BBC のテレビドキュメンタリーモダンタイムスではこうした熱狂的聴衆を特集した。1895年8月10日最初のプロムスコンサートがロンドンのランガムプレイスにあったクイーンズホールで開催された。プロムスを企画したロバート・ニューマンの考えは 通常はクラシック音楽のコンサートを訪れないような人々もチケットが安く、より親しみやすい雰囲気であれば魅力を感じてくれるのでないかというものだった。こうして当初はプロマネディング、アルキマールだけでなく飲食及び喫煙が全て自由とされた。指揮者ヘンリーウッドは第1回のコンサートから参加しており、会を重ねるに従って、 デパートリーの拡大に貢献し、プロムスを世界的に有名にした立役者となった。1920年代までには、それまでのよりポピュラーで、かつ演奏の容易な曲目から、同時代の作曲家、例えば、ドビュッシー、リハルト・ストラウス、ボーン・ウィリアムズなどの作品が演奏さるまでになった。ウッドの功績を記念して、彼のブロンズ製の競像は、プロムス開催期間には、 オルガンの前に据えられる、本来は、王立音楽アカデミーに収蔵されているもの。1927年以降、プロムスの運営は、当時クイーンズホール向かいのブロードキャスティングホールに本部を置いていた BBC が引き継いだ。1930年には、BBC 公共楽団が組織され、プロムスの中心的オーケストラとなった。この頃は、月曜日は、バーグナー、金曜日は、 ベートーベンといったように、特定の曜日に特定の作曲家を特集するような編成が取られており、日曜日は休演となっていた。1939年9月、イギリスが第二次世界大戦に参戦すると、戦時体制下に置かれた BBC は運営から撤退したが、プロムス自体は民間のスポンサーを得て続行した。これは1941年に、 クイーンズホールが空襲で破壊されるまで継続する。1942年からは、現在と同じロイヤル・アルバートホールに開催地が変更され、BBC が再び運営に当たることになった。第二次世界大戦後の経済困窮時も継続され、1950年代以降、客演を円オーケストラ数は次第に増加、また1963年のレオポロド・ストコフスキー。 ゲオルク・ショルティ、カルロ・マリア・ジュリーニなど、国際的な指揮者、またもスクワ放送交響楽団をはじめとして、イギリス国外オーケストラの出演も活発となった。中心的なレパートリー演目、古典的な曲目と並んで、プロムスでは特に移植した、新作音楽の初演も数多く行われている。より良い形態を目指しての改革も継続中であり、近年では、開演前のトークショー、 ランチタイムの室内楽コンサート、子供のためのプロムス、プロムス・イン・ザ・パークなどの新企画が登場している。エサペッカ・サロネン、レベッカ・サンダース、藤倉大などに移植をしたり、滅多に、イギリスでは演奏されないベルント・アロイス・チン・マーマンのディアローグを演奏するなど、現代音楽への啓蒙的な側面を多く持っている。イギリス国内では、 BBC ラジオ3でプロムスのすべてのコンサートが生中継され、またテレビでも BBC4 チャンネル、あるいは BBC1 主チャンネルや BBC2 での中継放映も多い。BBC プロムスウェブサイトでライブ中継を聴取することも可能である。また、最終夜以下で少日は日本の BS プレミアムなど多くの国と地域の放送局で中継で放送されている。 イギリス国内ではその模様は BBC2 チャンネルで前半、BBC1 チャンネルで後半部分が中継されるのが通例となっている。伝統的に最終夜はより軽くくつろいだ傾向の構成で、はじめにポピュラーなクラシックの曲目、続いて第2部の最後に一連の愛国的な曲であるルールブリタニア、ヒューバート・パリーのジェルサレム、ウィリアム・ブレイクの詩による エドワード・エルガーの更新曲、イフ堂々第一番、国歌、女王陛下万歳が演奏される。この4曲は必ず演奏される。近年は人生一人ではないも、頻繁に演奏されている。当夜のチケットの人気は高い。それ以外のコンサートの少なくとも5回のチケット購入を行うこと、5、コンサートルールと呼ばれるが、 最終夜のチケットを獲得するための条件となっている。そして、プロマーたちは、当日のより、良い立ち位置を確保するため、早くから行列、しばしば徹夜することとなり、こういったことが、稲が王でも雰囲気を盛り上げていく。加えて、素敵に着飾ることも恒例である。ディナージャケットのものもあり、サッカーのイングランド代表チームのユニフォームを着用するものもあり、 愛国的な語句を並べた T シャツを着用するものもあり、さらに国や地域などの旗や風船、クラッカーを持って入場することも自由である。一連の愛国的な曲は、旗を持つ者はそれを振り、聴衆全員で歌うのが慣例となっている。特に、ルールブリタニアと希望と栄光の国の歌詞が付けられた、イフ堂々第一番は、サビの部分ズアンコールとなる。 古くからの最終夜の定番の一つである、ヘンリーウッドの、が演奏されるときは、水平の高音パイプの楽唱も必ずアンコールされる。最後の最後に、場内の全員が起立して、g o ド・ d Save the Queen、キングを清唱し、このときは、楽団員も立ったまま演奏する。その後、聴衆と舞台上の合唱団が、隣の人と腕を組み、楽器なしで、アルド・ラング・ザイン。 ホタルの光を歌うことが慣例である。最近は一連の愛国的な曲や、国歌の演奏時にヘンリーウッドの胸像を中心に、イギリス国旗、ユニオンフラッグをあしらった照明が大きく、投影されるようになった。この時ソリストが歌唱する場合は、衣装のデザインを愛国的にしたり、愛国的なパフォーマンスを行うこともしばしばである。例えば2008年のブリンターフェル、ウェールズ人は、 袖にアイルランドとスコットランドの旗、襟にイングランドの旗とイギリス国旗、銅にウェールズの旗、アドライグゴッホーアシラら衣装を着用。2009年のサラコノリーはネルソン提督の衣装、レプリカを着用し、闘神がイギリス国旗になっているサーベルを抜いて振る。2011年のはユニオンフラッグと連合王国を構成する4カ国の国家を強行、立て、 カブトにあしらった女神の衣装に槍を持つといったものであった。イギリス人以外が歌唱する場合もイギリス国旗をあしらったり、イギリス国旗と歌唱者の祖国の国旗を組み合わせた衣装で歌うこともある。当夜、ヘンリーウッドの胸像はプロマー代表の剣鶴、月桂冠で飾られ、またその代表はウッド教の剥げ上がった額の汗を拭う仕草をする慣例である。 コンサートも終盤に差し掛かると、指揮者は時にユーモアを交えつつ、音楽家と聴衆に感謝し、そのシーズン全体を貫くテーマを解雇するスピーチを述べる。また聴衆と共にヘンリー・ウッドを称えること、プロマーに感謝の意を示すこと、プロムス期間中に集まった寄付の総額を報告すること、そして翌年のプロムス初日の日程の発表をすることも決さない。 スピーチは1941年に期限がある。会場のロイヤル・アルバート・ホールは毎回超満員となる。入りきれなかった人々及びロンドン近郊に居住していない人々に対する代償としてプロムスイン・ザ・パークなる大画面テレビ中が行われている。はじめホールに隣接するハイド・パークのみで行われていたこの中継は2005年よりベルファスト グラスゴー及びスボンジーの各都市に拡大されている。各会場ともアルバートホールからのフィナーレ中継前の時間には独自のライブコンサートの催しが持たれている。これらの会場に集まる人々の総数は数万人に達する。2004年まで BBC 公共楽団出席指揮者の座にあったレナード・スラットキンは非植民地人及び非ギリス人、アメリカ人として 初めてプロムス最終夜のタクトを振ることになったが、イギリスに対するナショナリズムの応逸した、この最終夜の雰囲気を少しばかりでも緩和したいとの意向を表明していた。その意図の下、2002年からは、ルールブリタニアは、イギリスの海の歌による幻想曲の一部として演奏されるようになった、一番のみが歌われるが、スラットキンが BBC 公共楽団を去った後はこの形式は、 必ずしも踏襲されていない。なお、プロムス最終夜の式台に立ったスラットキン以外の、ヒギリス人は2016年現在、イルジー・ビエロ・フラーベク、デイビッド・ロバートソン、マリン・オール・ソップ、サカリ・オラモである。このうち、ロバートソン以外は、複数回式台に立っている。2013年に、初めて式をしたマリン・オール・ソップは同時に、 プロムス最終夜を指揮した初手の女性指揮者になった。なお、スラットキンの最終夜への初登場は2001年であり、これはイギリス人の犠牲者も多かったアメリカ同時多発テロ事件のわずか数日後に行われた。この年の最終夜は、例年よりは内政的でおとなしい雰囲気の中で行われた、常日の一連の愛国的な三曲のうち、ジェルサレムしか歌われなかった。 演奏プログラムにも若干の変更が加えられ、サミュエル・バーバーの弦楽のためのアダージョも急遽挿入された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。